京都府立鳥羽高等学校は、京都府京都市南区西球状大国庁に所在する公立の高等学校。本項目では、当地にかつて存在した旧制京都日中と風立夜間中学、及びそれらの更新校についても解説する。終戦直後に廃校となった旧制京都日中、府立洛南高校の休校地に、京都府立須坂高等学校鳥羽文校として、 存続していた旧成城戸場中学校の更新校を包括する形で1984年に新設された。府立戸場高校という校名はこの定時制課程が単独校であった時期に名乗っていたもので厳密には二代目としての復活となる。教育機関としての歴史的連続性は全くないものの、高知及び校舎を継承しているため、 京都日中の後継校として扱われることもあり、公式サイトの学校案内にも日中創立以来の遠隔が掲載されている。また、同窓会も世代を超えて合同で運営されている。本校は、旧京都日中が不律寺洛南校を経て閉鎖となった校地に、その伝統を継承する学校として1984年に設置された。再設置の経緯は定かではないが、 第28回全国中等学校優勝野球大会準優勝メンバーで、旧関西6大学野球連盟理事長を務めた黒田治曰く、公立高校では聞いたことない形での最高だった。野球部も開校と同時に創部され、体育系のコースを置いたこともあって2000年には、第72回選抜高等学校野球大会に出場するまでに力をつけた。 この際、鳥羽高校の選抜出場回数を旧京都に中から合算して53年ぶりとするか、あくまで別の学校とみなして初出場とするか議論が分かれたが、最終的には選抜主催の毎日新聞社が全国高等学校野球選手権大会主催の朝日新聞社と競技の上で53年ぶり出場としてカウントすることとなった。ただし、OB の中には、 継承校は継承校として、甲子園には初出場として新しく、歴史をスタートさせたらええという声があったのも、事実である。この年は、夏の第82回全国高等学校野球選手権大会にも出場し、54年ぶりとカウントされた。また、これを機に、日本高等学校野球連盟が保管していた、優勝記レプリカや、 民間の研究家が所有していた野球武器が蕎麦高校に移譲された。また、15年ぶりに出場権を獲得した2015年の第97回全国高等学校野球選手権大会では主催者側の指名により100年前の第1回大会優勝校ゆかりの学校として本校首相が開会式の選手宣誓を行った。2012年の 第84回選抜高等学校野球大会以降はユニフォームの左袖に KSMS の文字を入れている。羽高校野球部はメジャーリーガーの平野和投手などを輩出している。京都府立京都第二中学校京都府立羽高等学校。ありがとうございます。